はい、みこと申します。よろしくお願いいたします。この動画は私が好きな科学者の人生や業績などを紹介する動画になっております。科学者シリーズ第42回目は、高校教師をしながら重大な業績を残したのに自国に認められなかった科学者ゲオルク・オウムについてです。それでは早速始めていきましょう。第40回目はアレッサンドロ・ボルタで、第41回目はアンドレ・マリ・アンペールと、まあ前回前々回と電気系の科学者を紹介してきたんですね。で、電圧の単位であるボルトの元になったのがボルタで、電流の単位アンペアの元になったのがアンペールとくれば、電気抵抗の単位であるオームの元になった科学者で、そしてこの3つの関係性を表したオームの法則を発見した、まあ、科学者を紹介しなければなっていうふうに思います。今回は高校教師をしながら重大な業績を残したのに自国に認められなかった科学者であるゲオルク・オウムを紹介したいと思います。ゲオルク・ジーモン・オウムはドイツ出身の物理学者で、1789年3月16日生まれで、1854年7月6日の65歳の時に亡くなりました。それではまずはオウムの業績についてお話ししていこうと思います。オウムの業績といえば、やはりオウムの法則は欠かせないかなっていうふうに思うんですけれども、これは電気回路で回路に流れる電流と電圧の関係を表した法則になります。で、公式としては中学校の理科でも学ぶと思うんですけれども、電圧は電流×抵抗で表すことができて、まあ、電圧は電流と抵抗に比例するよっていうものになります。このオウムの法則などの業績によって、1861年にイギリスの科学復興協会がですね、電気抵抗の単位としてオウムを提唱するんですね。ちなみにオウムの単位はギリシャ文字の大文字であるオメガが使われているんですけれども、これはですね、オウムの頭文字の O では数字の0と間違われやすいため O ではなくなったんですよ。じゃあなぜオメガになったのかというと、ゲオルグ・オウムをギリシャ文字で書くと、オウムのところの頭文字がですねオメガになるので、なのでそこから取ってオウムという単位はオメガという文字を使うようになりました。それとこのオウムの法則は1826年に発見し発表されたんですけれども、実はこれよりも前にオウムの法則は発見されているんですよ。それが1781年に第23回で紹介したヘンリー・キャベンディッシュがですね発見していたんですけれども、キャベンディッシュは生きてる間には発表しなかったんですね。じゃあこのキャベンディッシュの研究が世に出たのが、第36回で紹介したジェームズ・クラーク・マクスウェルがですねキャベンディッシュの遺構をまとめて1879年に出版したからになります。オウムの父親は鍵屋で、母は仕立て屋の娘だったので、2人とも実は正式な教育を受けてこなかったんですね。で、父親は独学で息子たちに教育をしていて、オウムは父親から数学、物理学、科学、哲学を学んでいたんですよ。で、父親は優れた教育を子供たちに行っていたっていうふうに言われています。で、そのおかげもあって成長したオウムは1805年にエアランゲン大学に入学します。しかし入学したオウムは勉強よりもダンス、アイススケート、ビリヤードをすることに多くの時間を費やしてしまうんですよ。そのことを父親が知って、オウムが教育の機会を無駄にしているっていうことに腹を立てて大学を辞めるように言うんですね。そしてオウムは1806年9月からはスイスで
数学教師の職に就くんですよ。で、その後1809年3月にはこの教職の仕事を辞めて家庭教師になります。で、ちょうどその時期にですね、独学で数学の勉強を始めて、1811年4月にはエアランゲン大学に復学するんですよ。1811年10月25日には博士号を取得して講師として働き出すんですけれども、給料が安すぎて転職を考えるんですよ。そして1813年1月に数学と物理学の教師の職に就くんですけれども、その学校がですね閉鎖されてしまって、また別の学校で数学教師として働くことになります。ちょうどその頃にオウムが自分で書いた幾何学入門書の原稿をプロイセン王に送るんですよ。で、プロイセン王はその本の出来栄えに感心してオウムに職を提供するんですね。で、1817年9月11日にですね、プロイセン王の紹介で数学と物理学の職に就くことができるんですよ。ちなみにそこには設備の整った物理実験室があって、オウムはそこで電気関係の実験を行っていくんですよ。さらにこの時にはですね、第29回で紹介したジョゼフ・ルイ・ラグランジュや第39回で紹介したピエール・シモン・ラプラスや、あとジャン・バティスト・ビオや、シメオン・ドニ・ポアソンの本を読んで個人的な研究を続けるんですよ。1820年にはハンス・クリスティアン・エルステッドが電磁気学を発見したことを知って実験的な研究を始めるんですね。で、1827年にはルイージ・ガルバーニの電流回路の数学的研究を始めます。で、この研究はその後電気回路学とその応用に重要な意味を持った研究だったんですけれども、当時の科学界の反応は冷たいものだったんですよ。さらにオウムの性格は内向的だったことと、当時のベルリンで影響があった人物である人たちに気に入られなかったので、なかなか評価されなかったと言われています。その後1833年にはニュルンベルクの工科学校で職を得て、で1845年にはバイエルン大学で人文科学アカデミーの正会員になります。そして1852年にはミュンヘン大学の実験物理の教授になるんですけれども、この2年後に亡くなってしまいます。実はオウムは当時ドイツ国内では業績を認められなかったんですけれども、国外では評価されているんですよ。1841年には王立協会からコンプリメダルを授与されたり、あとは1842年には王立協会の外国人会員になるんですよ。オウムは父親がですね、独学で子供たちに教育を施して大学まで行くことができたのですが、その後はいろいろありながらも研究し続けて、最終的には大学教授の地位まで手に入れます。しかし当時はドイツ国内ではあまり評価されず、苦しい時期もあったのではないかなというふうに思います。今回は高校教師をしながら重大な業績を残したのに自国に認められなかった科学者であるゲオルク・オウムを紹介しました。この動画で少しでもオウムについて興味を持っていただけたのなら嬉しく思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。